はい皆さんこんにちはスーパーネコパンチです今日やっていくのはめちゃくちゃ個人的に期待してたものですねそれがこちらドーンシマジック専用のハンコンコンバーターですねこれやばいんですよ今日はねこれを中心にいろんな機材を試していきますまずはシマジックの GT1SR ボタン付きステアリング TB1 のハンドブレーキ DSHX シフターですねそして本日の大物 うんね、最新商品ですねシマジックの P1000ii はねインバーテッドの意味なんで倒立式のペダルですねこれめちゃくちゃやばいもう発表された時から欲しかったですそしてこれねドンとはいもう入りきれてないですけどもこれだけ一気にレビューしていきますシマジックの商品僕シマジックアルファミニーっていうハンコンねこの動画でねレビューしたんですけどめちゃくちゃ良かったんだよね その後からもずっとシマジックの商品狙ってたんですけど、これ今回新しく買いました。結構高い商品なんだけど、我慢できなかったね。ハンドルの方はね、これはボタンが付いてるんだよね。シグマコーテックスを使って GT7 やりたいんで、そこでボタンが使いたいから、これを試していきます。で、このね、サイドブレーキとシフターに関しては、これはね、あの、シマジックが送ってくれました。 tb1 と ds8x ってやつですね。だからこの2つは提供品になります。最近 GT7 でドリフトするのにハマってるから、これを使ってシマジックの機材でグランツリスの7正常に遊べるのか、まあどっちかというとドリフトできるのかってのを試していきたいと思います。それができたらね、CS 機も PC も同じハンコンとデバイスが使えるんですごい楽なんですよね。で、最後にそうそう、ここ。ノーストリートノーライフルってこれね。 僕がね、結構見てるチャンネルのガヤファクトリーさんですね。ガヤファクトリーさんの商品になるんですけども、ハンドルです。個人的に今ね、狙ってるハンドルがあって、今画像出すけど、これ狙ってたんですけど、ああいう競技系のと違って、ド派手なストリート系のね、ホイールも欲しいなと思って、ちょっと出た時に買ってみました。すっごい派手ですね。はい、ガヤファクトリーストリートジャンキーって書いてますね。すっごい派手でいいですね。まずこのシグマコーテックスから見ていくか、どういうものなのかね。おー、iPod 感があるね。 見た目はこんな感じでかなりね、しっかりしたアルミフレームですね。こっちのタイプ C から PS5 につないで、えー、反対側に4つのね、USB ポートがあるんで、ここに、えー、ここら辺の機械をつなぐ感じだと思います。付属ケーブルは1本だけですね。これ PS5 につなぐようですね。おー、すげえすっげえ質感いいな。重っ結構重いな。はい、これがね、GT1 ステアリングホイールですね。というか、重さがやばいな。 はい。こういう風にもうね、クイックリリースもついてますね。実写とかでも使えるレベルのクイックリリースらしいですね。え、やばいのこれ。<laughs> ちょっと待って、ね。ごめんなさいね。もう、車のことになるとすごい興奮するんですよ。ボタンの押し心地もいい。ジョイスティック的な動きなんですかね。動ける範囲はすごいちっちゃいんだけど。ジョイスティックみたいな感じなんですかねこれね。で、ここに、ダイヤルみたいなのがあります。このパドルスイッチがね、押し心地がたまらんですね。気持ちよ。 これマグネットで戻るようになってるんだけど。これでグリップレースしたら楽しいだろうな。ドリフトだから使わないけどさ。これ楽しいな、絶対。で、結構ね、重量感あるんですけど、重さは、ちょっと皆さん見えないと思うんですけど、1897g。ハンコのモーターがちょっとパワー負けしないから心配になるレベルの重さです。ちょっと重めですね。はい、次はね、サイドブレーキとシフターですね。 tb1 と ds8x なんですけど、ds8x に関しては僕前から実は気になってて、いろんなね、海外の方のレビューとか見てたんですね。今んとこドリフトで一番いいじゃないかって言ってる方がいました。金具がいろいろ。マジでおー,おおーえ、マジか。金属の塊だこれ。やーべーちなみに言っときますけど、この動画はね、車が好きな人が鼻息荒く、はぁはぁ興奮してる動画ですね。 気をつけてくださいね、はい。特殊な動画です。はい。このなんていうの質感。この弾のね、質感がすごい。もう競技系の車って感じで、マジ。またまんないよ、本当にこれ。みんなに触ってほしい、この玉。マジでスムーズ。いや、これは欲しくなっちゃうよ。金属で全部。やばいです、これ。もうカッチカチ。今、これ、シーケンシャルモードになってるけど、こういう風に。Oh my god! あ,あ 気持ちいい机壊れそうこんなところでやってたらいややばいなこれでこれを H パターンにこう変えるとどうなるかなんと H パターンになるんだね俺がねすごい重視してるのって1足から2足ってのは当然なんですけど2足から3足に入る時に前に押すだけで3足に入ってほしいんですよねあ素晴らしいですねスムーズこれはやばいわ 絶賛してただけあるね、みんな。っていうかもうシフターのエンドゲームなんじゃないのこれでいい。最終的にここにたどり着くんじゃないと。か、かんだ。俺やばいよ。俺の昔使ってた実写のシフターよりしっかりしてるわ。はい。次はですね、こちら。サイドブレーキです。これに関してはね、僕、そんなに狙っていたわけではないんですよね。どっちかというと VNM の方が見た目かっこいいから。<laughs> 提供してもらってなん,なんだけど。ここの、このなんかハンドルの部分が ギギラギラなんか銀色ななのがちょっっと気になったんんだだよよね俺黒いいどっちかというとだからそこまで狙ってなかったです正直こんな感じになるんですけどあの正直ねこれマットブラックで良かったかなって感じがすんだよね質感多分すごくいいんですよシマジックなんであとあれなんかちょっと硬い気がするちなみにこれあの一応横引きとかもできるみたいですね僕は基本的に縦引きが好きなんでこれで使いたいんですけど はい。そして最後。えー、本日のメインディッシュですね。あの、マジで、今年一番の買い物になる可能性高いっす。結構悩んだんだけど、これは買わなきゃと思って買ったんすよ。本当に案の定、次の日ぐらいにはもう無くなってました。うん。すっごい人気の商品です。高いけどすごい人気の商品です。これが一番楽しみだ。っていうかさ、見て見て。フォーミュアドリフトって書いてんの。シマジックってフォーミュアドリフトのスポンサーやってんすよね。だからね、これでかいっすよね。ドリフト勢はマジでシマジックリスペクトっすよ、マジ。嬉しい。 グリップにフォーカスしてるメーカーが多いんですよね。その中でもね、ドリフトにフォーカスしてるのめちゃくちゃ珍しいし、嬉しいです、個人的に。うわーこれはちょっと買ってよかったわ。<laughs> これ以上のものはないんじゃないかこれこれ倒立式なんで、こうなるのね。逆なんですけど、これがクラッチ、ブレーキ、えー、アクセルって感じになります。で、あ、カックン。カックン。クラッチリリースした瞬間にバネがね、カクンってなる感じが、 現されてますねブレーキはどうだうわ硬っ、かたっちょっと硬すぎないこれ。うん。調整したいな。これで調整するのかななんかこういうの組み合わせて調整するみたいですね。まあ、でこれもやっていきます。で、アクセルは、ああ、いいね。まあ、こんなもんだよね。うん。これなんだろう。調整用の器具とか、グリースとか、工具とか、とんでもない量入ってますね。こんな感じで、スプリングが2種類入ってますね。クラッチの硬さ変えんのかな とりあえずこれつ組み立てていっか。組み立てはね、そんなに難しくないですね。パパッと、えー、組み上がります。まあ、電動工具があった方が、まあ、絶対楽だとは思うけどね。えー、このね、使ってるマキタの電ドラ、おすすめです。はい、えー、完成しました。何がすごいかって、やっぱ質感だよね。このね、ペダル、なんて言ったらいいかな。ツルツルするけど、ザラザラしてて、伝わるこれ。 とにかく質感高いんですよね。耐久性も高そうだし、本当にクオリティ高いんですよね。こう、縁がね、銀色になってるの、輪郭が綺麗に見えて、素晴らしいですね。うん。これは買ってよかったそれでは紹介したものを全部、えー、筐体につけて、GT7 で使っていきたいと思います。それでは、後ほど。はい、えー、こんな感じでセットアップできました。ちょっとね、部、え、屋、ー、ごちゃごちゃしてるんですけど。はい、まずね、ここにね、PS5 がありますね。PS5 があって、ここからケーブルで、 この USB ハブに繋いでます。これ理由があります。これね、このボタンをワンタッチでオンオフできます。要は抜き差しができるという感じのイメージですね。えで、なんでね、このハブをね、えー、仲介してるかっていうと、本来直接 PS5 に挿すんだけど、結構ね、この Sigma Cortex 繋いでるときにバグるんですよね。バグってボタンが機能しなくなったりするんで、えー、USB をね、PS5 から抜いたり刺したりするのが嫌なので、このスイッチでね、簡単に、えー、抜き差しができるようにしています。 で、こっから上に行くと、えー、シグマコーテックスが設置されてます。で、ここからね、まあ、いろんなケーブルがここか出てるんですけど、こいつは、この、ハンコンの本体に繋がってて、これはね、サイドブレーキですね。これに繋がってます。で、これはペダルに繋がってます。ペダルね。じゃあ、シフターどこって思うじゃないですか。で、ここにあるシフターね、これをね、えー、ここに刺したら、動かなかったんだよ。でも、シフターは、ここの、このハンコンの横にある、これ。 ここに刺す必要があったんですよ。じゃないとね、動きませんでした。だからね、もし繋ぐ人は、こういった繋ぎ方をしてください。じゃあね、早速、使ってみようか。座るとね、こんな感じです。はい。シフトのフィーリングは、めちゃめちゃいいです。入りやすい。すごいね、少々入ります。このシフトはマジでいい。で、左右ね、一番硬いスプリングが入ってるけど、えー、全然問題なく縦引きでも、ちょうどいい感じになります。で、ハンドルはね、あの、このね、 このシグマコーテックスを使うときって、コントローラー、PS5 のコントローラー繋いじゃダメなんだよね。だから、全部ここのね、あのー、ホイールの上のボタンで操作する必要があって、結構めんどくさいです。えー、例えばなんだけど、ここにさ、アナログスティックとかないわけじゃん。だから、これをひねることで、こう左右に操作してます。動いてるにもわかるよこ。ちょっとね、使い勝手は慣れる必要があります。で、上下はこれですね。これで上下。シグマコーテックスの完成度っていう面で、気になった点があって、 このボタン見てほしいんだけど、これ、上が PS ボタンで、下がオプションってなってるじゃん。実際ね、ここで操作してみるじゃん。上が PS ボタンでしょ下がオプションなんだけど、この下を押すと、オプションボタンが押されるはずなんだけど、押されない。その代わり、上を押すと、ほっ。オプションボタンが押された後に PS ボタンが押されるっていう謎の仕様になってます。これ多分バグですね。はい。 PS ボタンを押す前にオプションボタンが押されてるのがわかるよね。これちょっとうざいですね。シグマコーテックス自体ね、決して安いものではないんで、そこら辺考えるとちょっと完成度が、うーんって感じですね。早くね、ソフトウェアのアップデートでここを直してほしいですね。まあ、だからちょっとね、荒削りなところを感じたかな。はい。それではね、ちょっと実際に、ね、走りながらフィーリングとかの感想をお伝えしたいと思います。はい、えー、早速ね、いつものコース、ディープフォレストでドリフトしてみました。 でね、あの車もね、いつもの 1ATSX ですね。まあ普段使ってる車なので違いがすぐに分かりました。えー、まあダイレクトドライブなんでやっぱりカウンターは速いですね。1コーナーから分かりましたね。で、こういうところもサイドの機きも結構いい感じですごい自然な動作できっかけを作ることができます。うん、やっぱりね、ドリフトはしやすいですね。えー、すごく楽しかったです。ただ 1一個注意点が、あのー、このシグマコーテックス買ってきてつなげばすぐドリフトできるかって言ったら、えー、箱出しの設定だとすごく難しいですだからゲーム内設定ですねゲーム内のコントローラー設定の、えー、部分とこのシグマコーテックスの内部の設定この2つをちゃんといじらないとダメでした、まあ、かなりねもう数日間にかけてね、えー、試して、えー、練り出した設定なんで、まあ、結構いい感じにはなってると思うんですけども えー、僕はねちょっとあのー、フォースピードワークの好みがあってちゃんとカウンターが速く当たる仕様が好きなんですよねだからちょっとフォースピードワーク強めかもしれません、まあ、そこだけ注意点ですね、まあ、どっちかというとリアルというよりドリフトしやすい設定になりますまあ、ぶっちゃけ感覚だと c t 7で結構頻繁にさそのハンコンのアップデートとか挙動のアップデートとか入るから何とも言えないんですけどモザとラドレーションの時のね挙動の方が俺は。 だったんだけどでもそれは JT7 のアップデートの成果もしないからなんとも言えないです。簡単な当たり方が僕はモザのモザとラズル o l u t の時の方が好きでしたね。だからまあでも全然楽しめるよ。全然楽しめるけどフィーリングはあっちの方が好きだったな。だから普通にドリフトは問題なくできますね。ただやっぱりあの純正のコントローラー使えないっていうのはしんどいね。シェアボタンとかもないしもちろん。ここら辺がマイナスかな。 それ以外は、ね、でもシマジック持ってるなら、ね、PC メインの人で GT7 やりたいって人はありかなと思いますね楽しいよな GT7 ドリフトリアルかどうかっつったらそうではないんだけど楽しいんだよねその難しさがあるから難しさがある中で決まったとき気持ちいいんだよねだだ僕全然決まってないですけどね今の はい。でね、ここまで見てくれた方、まだね、チャンネル登録してない方、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それじゃ、次。それじゃ、最後に設定と、あと、このセットがおすすめかどうかをお伝えします。まずは設定の方なんだけど、ちょっと見てもらうか。KMI 設定トね、このコントローラーの設定っていうのがあるじゃん。ここをね、このコントローラー相談スピード補正っていうのは、えー、5にしてますね。これは5で。で、下のこの2つ、このフォースフィードバック最大トルクっていうのは、 これ結構大事なポイントで、これ8以下にすると、小さいカウンターが当たらなくなるんですよね。だから8以上がいいです。僕は8にしてますけど、全然ね、9とか10でもいいと思う。で、グリップの時は、8じゃなくて7以下がいいですね。7より上にすると、アンダーが起きた時に、フォースフィードバックが一気に抜けて、変な挙動になるんで、7以下がいいです。だからドリフトは8、もしくはそれ以上ですね。で、えー、グリップだったら7、もしくは7以下がいいと思いました。はい。 フォースフィードバックセンターの感度はもう10ですね。僕以前からずっとこれは10にしてました。でシグマコーテックス本体側の設定なんですけど、一番上からトータルフォースですね。まあフォースフィードバックの強さ。で、二つ目がホイールリターンスピード、まあ。ホイールが戻ってくるスピードっていう意味なんですけど、カウンターの速さに結構関わります。で、スムーズレベル1、ホイールアングルリミット900。 メカニカルスプリング0%パ、メカニカルダンパー20%パー、メカニカルフリクション20%パ、えー、メカニカルイナーシア。これファナティックで言う、まあ、ナチュラルイナーシアみたいなものなのかな回ってるハンドルの感性を保つかどうかみたいな感じなんでしょうかねなんかこれはドリフトはね、上げた方がいいみたいですね。で、えー、ビークルサスペンションは1。で、とインターポレーションレベルは0。ソフトロックストレングスデフォルトで。あとは変えてないですね。メモリースロット今0ですっていうところで、えー、終わりです。 で僕ねあのガヤファクトリーさんのハンドルに変えてみたんですよね、えー、そしたらね最初できてたドリフトが結構しづらくなって、えー、結局どうやって解決したかっていうとここのねホイールリターンスピードっていうのを90%に落とすと暴れなくなりました、えー、気になってねこの元のやつとガヤファクトリーさんのステア、えー、測って比べてみました元のやつが大体 800g 近辺で えー、ガヤさんの百が 970g ぐらいだったんで、およそね、180g ぐらいの差なんだけど、まあ、ディープコーンでね、テコの原理でもっと、えー、重くなってる可能性はありますね。ガヤさんのハンドルみたいに、これ実写ハンドルに変える人は90%で抑えてもいいかもしれません。ぜひ試してみてください。はい。で、もう一点ね、あの、気づいた点が、もう割り切ってコントローラー使っちゃった方がいいですね。 えー、シグマコーテックスの説明書にはあのバグっちゃうから PS5 コントローラー使うなって書いてたんだけど結局ね長時間使ってるとどっちにしろバグるんで、えー、PS5 コントローラーを使って快適にプレイした方がいいですで問題が起きたら、えー、ハブのスイッチでオンオフすればいいからね問題が起きる頻度もちょっとめんどくさいけどそこまででもないんで最終的にはそういった使い方をしてますだからコントローラーは割り切って使っちゃっていいと思いますで最後にね、えー、このね シグマコーテックスおすすめかどうかなんですけど、まあ、僕はね、17000円ぐらいの値段を考えたら、まあもうちょっと出来よくても良かったかなとは思うけど、シマジックですでに揃えていて、GT7 ちょっとやってみたいなっていう人にはあり、使えるレベルの完成度ではあるんで、ありだと思います。 ただ、俺が昔やってたみたいにあの、シマジックアルファミニをね、最初導入した時みたいに、その、クイックリリースに直接リアルハンドルをね、付けた場合は、プレイステーションボタンっていうのが、えー、ステアリングホイールの上に存在しないので、えー、シマジックのこのボタン付きのステアリングホイールを持っている人限定になりますね。だからかなりニッチな需要なのかなとは思います。 だからあくまでシマジックで全てを揃えている人向けになります。えー、逆に GT7 を本気でがっつりやりたいって人は、もうこれですね。今やってる世界大会でもね、公認のステアリングホイールになった、このファナティックの DD Pro。これを買った方が無難だとは思います。普通にグリップ走行を楽しみたい人はこれで十分ですからね。 もちろん公認なんで、ボタンも全部プレイステーション5に対応していて、アナログスティックとかもついてて、かなり快適にプレイできます。このセットのペダルはね、最低限の2ペダルなんで、ここからもうちょっとね、ブレーキの性能アップして、3ペダルにしたいなら、このね、CSL、ペダルロードセルキットを買ったり。これで12万でしょで、ここからまあ、市販車っぽくしたかったら、シフターでまあ15万。で、サイドブレーキが17000円で。で、もしドリフトしたい人は、新淵のステアリングホイールのキット。 これを買えば22、3万ぐらいでね、まあドリフトもグリップもね、すごい楽しめると思います。ドリフトなんでね、こういうの買った方がいいかっていうと、この元々ついてるハンドル、これゴムゴムシーンっすよね。だからドリフトすごいしづらいんですよ。だからまあドリフトやるなら、これ買った方がいいかな。俺もこれ買ってます。で、えー、最後に、吊り下げにしたいっていう人は、プラス7万でね、えー、まあ僕が今回やったようなシマジックのこう、吊り下げ、シフター、サイド、全部入りできます。 だからまあ、30万あれば、この GT7 を開発した方の思い通りの最高の環境でプレイできるっていう感じですね。結局今回買ったキットをね、0から揃えるってなると、これが7万でしょで、GT1SR が5万だから、12万。12足すシフターが17万。ハンドブレーキで20万ぐらい。20万ぐらいで、釣り下げだったら8万4千。 だからまあ28万。で、プラス GT7 やるならプラスコンバーターでまあ30万ぐらいですね。まあでも30万でもやっぱりその GT7 ではすごい快適とは言えないんで、バグったりするんで、まあだからそこら辺だよね。メインが PC のアセットコールさとかだったらいいんだけど、やっぱりね GT7 だったらこっちのキットでいいのかなとは思います。 だからシマジックはね、アセコル限定だったらすごくいいんだけどね。シマジックのどうやら CEO っていうのは、その業務用のモーターを研究してた方が社長らしいんで、業務用モーターのね、コントロール技術に関してはかなり開発力があるらしいので、物の作りがすごい良くて、でもちょっと高いっていう感じのイメージのメーカーさんなんですよね。うん。だからね、こういろいろ悩んでんだけど、結局さ、結局さ、 グランツリースモ7が PC に来ちゃえば、俺たちはこんなに迷う必要もない。悩む必要もないんだよね。はい。<laughs> まあ、元も子もないですけどね。はい。えー、ここまではね、シグマコーテックスを使って、えー、グランツリースモ7をプレイするっていう前提で話していたんですけども、えー、ここからはね、PC 版のアセットコルサでプレイした感想ですね。同じシマジックのフルセット、シグマコーテックスを使わない状態でプレイした感想になります。あのね、話が180度違います。もう別物ですね。 やっぱり、シマジックのこのセットっていうのは、PC 版のアセコルで進化を発揮すると思いました。いや、マジでやばい。えー、まずはね、何から話したらいいかな。最初はこの GT1SR の純正ハンドルですね。これを使ってプレイしてたんですけども、あのー、やっぱりボタンがあるとすごい便利ですね。えー、例えば、失敗した時にピットに戻るボタンとか、あと、ライト、ライトのオンオフ、ハイビームとかロービームの切り替えとか、あと、本鳴らしたりとかね。 いろいろね、ハザード炊いたりとか、それ全部ハンドルの上でできるっていうのすごい便利だなって思いました。で、あとはね、ペダルがいいね。やっぱアクセルコントロールしやすいし、ちょっと角度足りないなって時に左足ブレーキでちょっとタップしたりとかね、えー、クラッチもすっごいフィーリング良くて、マジでね、ペダルがめちゃくちゃ使いやすかったです。で、あのブレーキに関しては、あの柔らかいゴムに全部変えましたね。で、アクセルは2段階調整できて、硬い方に調整して、クラッチは えー、そのままだったかな、はいまあ、とにかくねペダルがまずは良、えー、かったと感じましたで後半はですねステアリングホイールを交換して今度はガヤファクトリーさんのステアリングホイールを、えー、クイックリリースに直付けして、まあ、実車ステアリングっていう形で、えー、プレイしてみましたこれがねすっげえ良かったあのねとにかくそのステアリングホイールのこの、ね、セットがすごい軽いんで周りがスムーズガヤさんのハンドルもすごいねあの合皮で めっちゃ握りやすくて、ドリフトめちゃくちゃやりやすかったですね。ボタン付きのホイールもいいんだけど、やっぱこの軽さにはね、勝るものないかなっていうね、うん、すっごいいいですね。マジで実写ですね。うん。後半はこのセットアップで、つぐるまっていうね、最近知った新しいサーキットを走ったんですけども、あのー、この加速見てください。1速2速3速ってね、こう、クラッチをバッて踏んで、ギアをガチャッて入れて、すぐにアクセルに戻るっていう。 この,この動作がもう実写そのものすっごい快感で気持ちよかったっすねこれマジでこのセットやばいよあとロングサイドね俺ここのロングサイドすごい苦手だったんですけどもあの一緒に遊んでくれた方が教えてくれてもすごい下手くそだったんですけどもこのシマジックの、ね、サイドブレーキの TB1 ね僕見た目はそんな好きじゃないんだけどこのロードセールのこのサイドブレーキ すごい強弱がつけやすいですね。ボールベアリングを使ってるらしくて、結構いいパーツを使ってるんですね。この関節部分。すごいスムーズで引きやすくて、強弱をつけやすいんだよね。もう一回言ったね。まあ、とにかくロングサイドの時僕すごい失敗してたんですけども、この強弱をつけやすいサイドのおかげか知らんけど、あのー、弱く引いて、飛距離を伸ばして最後に強く引いて曲げるっていうのを覚えました。これがね、すごいしやすかったんで、本当に少し練習するだけでロングサイドね、結構上手くなりましたね。 いやマジで見てほしい。<laughs> 感動したからね。あ、こういうことかってサイドブレーキって結構安いやつを使ってる方も多いと思うんですけど、こういうロードセルの、ね、サイドブレーキってやっぱりね、いいなってちょっと思いましたね。あとちょい引きとかでね、調整したりもできるんで、マジでね、このサイドブレーキ意外と大事だなっていうのを感じました。うんでもやっぱりシフターかな。シフターとペダルかな。 シフターとペダルのこのギアアップしていく感じ、実写のああいうね、加速していくときのなギアをこうガチャッガチャって入れていく感じがマジで良かったんで、実写勢の方にぜひね、試してほしいと思います。まあ、値段の価値は僕はあると感じました。マジでいい。<laughs> はい。今回ね、こんな感じでね、いろいろレビューしたんですけども、次回はね、ちょっと VNM のペダルとシフターとサイドを使ってみようかなと考えています。 で、できればね、えー、今回レビューしたシマジックのハンドブレーキに対して、VNM のハンドブレーキはどんな感じなのか見ていきたいですね。パッと見 VNM の方がね、かっこよく見えるけどね。そして今回試した DS8X、シマジックの紙シフターですね。これに対して、ちょっと安い VNM のシフターがどうなのか。そして、こちらの数少ない吊り下げ式のシマジックの P1000。今回すごい気に入ったものですね。えー、これに対して、VNM の V1 ペダル。 どういう風な対戦結果になるのか、見ていきたいところです。で、ゲームに関しては、VNM のね、ハンドブレーキとか、シフターとか、ペダルは、GT7 に対応するね、変換機とかもないので、アセコルで試すのもちょっと飽きてきたんで、久しぶりね、カーエクスで試してみようかなとか思ってます。シマジックのハンコンってカーエクスで使えるのかなまあ、そこら辺ちょっとわからないですけどね。最近なんか挙動も良くなったって聞いているんで、カーエクスで試してみようかなと。 思っています。ま、シム系の動画ってあんまりね、やらないんですけど、もしよかったらね、興味がある方、高評価入れててください。反響があったらね、こういった動画をね、定期的に、ま、月1ぐらいで、最近のシムレーシングライフみたいな感じで、動画出していく予定なんで、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。あ、あとね、最近超気になってるゲームがあって、JDM っていう、ジャパニーズドリフトマスターっていうこのゲーム、めちゃくちゃ気になってます。これ知ってるかな、みんな。これもドリフトのゲームにはなるんですけども、結構シム寄りでね、 かなり期待してる人も多いと思うんですがベータ版がもうすぐ出るっていう噂もあるんでねすごい楽しみですねはいということで、えー、ご視聴大変ありがとうございましたまた次回の動画でお会いしましょうじゃあね